待って、花火はね、リアルタイム3、2、もうでもこれ入ってますもんね。リトブリバンデー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 、はい、月曜日です、今。はい、そうですね。はい、週の初め。うん、リトブリサタデーをやってる時はもう土曜日だったんでね、はい、道も空いてるからスーッと来れたんですけども、そうですね、マンデーはね、余裕を持ってこなきゃいけないから、時間調整とかも結構大変でございます。はい、まあ、余裕持ちすぎましたけどね、今日ね。私はね、あのね、時間、ダメなんですよ。ああ、そうなんですね。あの、必ず待ち合わせって言ったら、必ず5分前から10分前、最低いないとダメなんですよ。で、一番良くないのは、それをみんなにも求めちゃいけないって、自分自身はもう、それはもう、随分大人になってから、そういうところに対しては、ちょっと寛大になりました。ああ、なるほど。若い頃はもう、それだけでもちょっともう、嫌いになっちゃったけど、あの、もう、待ち合わせした時の、デートの時の待ち合わせの女の子が5分、10分遅れてきたら、自分はもう10分以上前に待ってるから、合計30分は待つ形になっちゃう。ああ。自分が悪いじゃん。まあ、確かにそうですね。俺が15分前に来てんだから、15分遅れて30分待ってるのは俺なのに、それに対してちょっと納得いかないみたいになっちゃって、変な険悪なムードになっちゃったりするのが良くないなって反省してます。かわいいな、心のあなたへ。いやでも遅刻するよりはいいですよ、全然。でもだって稽古の時に、あの昼の 2時ぐらいかな、はい、明日2時頼むよ大輔って稽古するから、稽古の時に、はい、あの朝パッて起きたら、大体僕起きるの12時ぐらいなんですよ、はいはい、12時ぐらいの時に、あの朝10時半にもう俺店にいるからね。どんだけ早いの。あのね、早くいたいの。稽古するにしても何にしても、もちろん稽古の時間を決めてるんだから、その時間の30分前にいればいいんだけど、ね、やっぱりあのその前から行って、ね、やっぱり稽古をするっていうのはもう、だって例えば大輔の稽古をするっていうのは大輔のための稽古をするんだけども、スムーズにことは運んだ方がいいわけじゃないですか。で、大体どういうコンセプトで今回こういうことやろうかってものがある程度自分の中で出来上がってるんだれば、それをどういうふうに進めてあげたら一番効率がいいんだろうとか、過去に遡ってやっていたことは何だったんだろうとか、そういうのもちゃんとリサーチした状態で稽古してあげたいわけです。そうですね。そうなんです。だから、この間も先週もね、清水ターかな、稽古やりましたけども、やっぱり彼よりもやっぱ30分以上前に来て、やっぱりちゃんとそれを何ができるかなってこうやってやりながらやってますし。まあ、そんな浅草橋でございます。いや、わかんないです、それ。どんな浅草橋なんですか？ごめんごめん、浅草橋からお送りしております。あのね、意外と知らない人多いんですよ。いや、まあそうかもしれないですけどね。なんだろう、麻布十番でやってると思ってる方も多いし。あ、まあ確かにね。そうそうそう。ここのちゃんと浅草橋に、鳥越アズーリというスタジオがあって、はいはいはい、ね、そこに私たちはちゃんと足を運んで、ここで、しかもここね、ここから画角から見えないんですけど、ここはね、ちょうど今日いい気候というか、天気いいですよね、確かに。天気がいいの、外がちゃんと見えてね、眺めは悪いですけど、眺め悪いって言うなよ。俺今、眺め眺望いいって言おうと思ったんだけど、あのイチョウの木とかも最高でしょ。鳥越しかないじゃないですか。鳥越神社ってのが目の前にあって、いや、神社なんて見えないですよ、もう。外はもう本当かき分けない、人をかき分けなきゃ歩けないぐらい人がね、めちゃめちゃいないわ。人全然いない、ね、木をかき分けないと。でもちょうどこのビルの前にはね、私たちの出待ちがもうすごい距離で、おらへんおらへん、おったことない。終わったらね、終わったらね、終わったらちゃんと、いやいや誰もいないです、それ本当誰か見えてたとしたらそれも病気です、本当に。怖いです、本当に。今までないじゃないですか。出待ちが並ぶぐらいのことをね、ちゃんと僕らが今まで積み重ねてくればよかったなってちょっと反省してますね。だって他の番組も出待ちいないでしょ。失礼なこと言うんじゃない。いやいや、いないでしょ、見たことないですよ。鳥越アズーリといったらもういろんな番組やってるわけですよ。いっぱいありますよ、夢のこといっぱい出てますよ、ね、はい、木下ほうかさんとか。一番最初にそれ言わないでください。いじりづらいじゃないですか、本当に。ね、木下ほうかさんは出待ちじゃなくて、もう週刊文春、こっちの人とかが回ってる場合もいろんな方が回っております。あかんです。週刊文春をあなただって貼られたでしょうか。いや、そうですよ。まあそんな冒頭から変な話ばっかりしておりますけども、はいはい、この番組ですけれども、鳥越アズーリというね、放送局で、はい、私たちはもう今毎週月曜日じゃない、毎月第4月曜日に番組やらさせてもらってます。はい、前は毎週土曜日やってましたね。はい、ね、今はちょっと月1で、おかげさまでちょっと店の方もね、忙しくなりまして、そうなんですよ。今は本当にありがたいことで、コロナ明けまして、そうですね、落ち着いてきましたからね。そうですね。そんなこともあるんで、今は月1でやっております。もうコロナも収束し始めてはいますけれども、やっぱり対策は取っていかなきゃいけない。特にこういった番組でございますんで、どんな対策取ってるのって。
ということで、はい、はい、すみません、こちらに書いてあります。対策説明リーダーがそうそう、私あの対策説明リーダーになりました。愛希です、よろしくお願いします。ダサいなぞ。まあね、あのこちらのね、密室空間なんですけども、お前らもう本当にマスクもしないで喋って大丈夫なのかと思ってる方いらっしゃると思いますけどもね、そういう方安心してくださいと、うん、あのこちらにですね、トレールフレッシュという機械が置いてありましてですね、こちら窓を開けてなくてもですね、常に換気されてる状況と同じようなね、オゾンがオゾンが発生している機械が今どこにあるか分かんないんですけど、いや分かんないか、はい、置いてあるということで、ね、見えないってすいません、ね、置いてあるから安心して見てくださいと、はい、そしてですね、あらゆる建物入る前にですね、交通経路とか、あとね、自分たち体温を測ったりとかしてね、うん、報告もしておりますし、そうなんですよ、もう高熱出てる方も大丈夫、安心して見ていただければなと思います。6度3分、6度3分、6度3分、はい、もうもうだって体調悪い人もだってトレールフレッシュがあれば治るって言われてそうだよ、それは病院行ってくれ、本当にもうコロナ患者でもトレールフレッシュさえ置いとけば治っちゃう、治らない、治らないですよ、薬局いらずって言われてる、言ってないですよ、そんなこと、オゾンですよ、オゾンの力ですよね、そういう機会ができれば、言葉だけ強めに言って、元素記号で言うとオゾンは何ですか、オーゼ、水平リーベ、僕の船、はい、何ですか、OOOOOZ でしょ、OZ、オゾンですからね、正解が分かんないんで分かんない、正解はちょっとあのスタッフの方に調べておいていただいていいですか、元素記号オゾンは何かっていうのね、オーゼットでもオゾンが発生してるって言ってますけど、オゾンって体に悪いもんじゃないですか、大丈夫なんですか、オゾンは体に悪いわけがないじゃないですか、トレールフレッシュからオゾンが発生してるのに体に悪かったら毒じゃないですか、いや、オゾンってどういう役割なんですか、オゾンの役割は今スタッフの方がいます、ほらオゾンは惜しい、 O3 やですね、と評されて、だって O ぐらいは想像つく、いや、そうですよね、その酸化力は天然、ね、天然元素について強く、独特の刺激臭を放つ機体の名称であると、ということでございました、はい、ありがとうございます、なんかあれ見るだけだったらあんま良くなさそうに、なんかあのトレールフレッシュでこのオゾン発生してますよって言うから、もっとなんか説得力あること出てくるのかなと思いきや、ね、これが出てるんだ、正直飲食店にこれ置いてれば全然いいってことですよね、換気さえしなきゃですよね、まあ、逆にその菌強いから、その菌で菌を倒してるみたいなのかもしれない、それ有毒じゃない、ウイルスを倒せるこの O3 というね、ものが働いてらっしゃるということで、いいウイルスも殺してるじゃないですか、そんなことないですよ、大丈夫ですか、本当に知らんさんに、オゾンについて全然知らない、冒頭でさ、トレールフレッシュについてこんだけちゃんとしっかり語り合う番組は多分うちの番組だけです、そうですよ、トレールフレッシュさんの会社からも、うちはね、今そんなにあの企画を目白押しにやってない分、こういうところでゆっくり喋れます、そうですね、余裕があっていいね、そういうの大事ですよ、はい、相変わらずこう冴えないチェーンですね、冴えなくないでしょ、これ可愛いチェーンですよね、可愛くはないよ、可愛いんですよ、イカチーですよ、ただあの、この髪の色とちょっと合ってるんで少し可愛く見えてきましたね、うんうんうん、そうなんですね、そうですね、確かに前よりは合ってますよね、前よりかね、でもあの金髪で出るの初めてなんですよ、おお、あ、そう、そうです、そうです、あ、そんなに出てなかった、うん、めちゃめちゃ久しぶりなんで今日、あ、そうかそうか、はい、なんかホリボリしたんですか、いや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 、じゃあ、 あのね、奥さん2人目生まれたりとかね、ああ、なるほど、奥さんの2人目が生まれた、奥さん僕にね、奥さんと僕に2人目生まれたりとか、ね、そういうので里帰りとかのタイミングでアズリの放送があったりとかあったんで、ちょっと出れなかったんですけどね、はい、はい、おめでとうございます、ありがとうございます2人目、なんか今日珍しく3人ともチェーンつけてるからさ、そうですね、そうですね、ね、だからこの、あれ中国のお金持ちがつけてるような、中国のお金持ちでチェーンと、私のヤンキーぐらいですよ、でもこのこのなんつうんですか、このいやらしいクロムハーツがね、クロムハーツなのにやたらチェーンが細いという、ね、細いっていうそんなクロムハーツ買えるほど給料もらってんのか、いやいやいや全然です、これあのお客さんにくださいって言ったらその場ですぐもらったんです、だからそれがすごくないすごないそれあのね、まあ、僕らのやってる仕事っていうのは、うん、ホストじゃないんですよ、ホストじゃない、ね、でもあのタレントもやってますけれども、うん、やっぱりショーエンターテイメントね、うん、まあ、要するにショーレストラン、うん、ね、でお客さんとのコミュニケーションも取ります、はい、ね、テーブルでお話ししたりする時もあります、うん、ね、やっぱり普通のサラリーマンの方も来れば、うん、お金持ちもやってくる、そうですよね、ね、身につけてるものもいいものも、ね、身につけてやってくる、ね、来る方もいっぱいいるわけですよ、うん、そういった方ももちろん常連さん麻布でのね飲む方って多いですから、多いです、そんな方にちょっとシャレで言う時ありますよね、あります、あります、本当はそのお客様の着てたら、うん、トムとジェリーの T シャツが欲しかったんですよ、うん、かわいいな、かわいいですねって言ったんですよ、いや、かわいい、その T シャツいいですねって言って、うん、いや、これでもそんないいもんじゃないよって言われて、うん、そのまま、まあ、ちょっとボケみたいな感じで、うん、そのつけてるネックレスいいですねって言ったら、うん、もう無言で外してそのままくれたんですよ、くれると、どうしようかなと思って、そう
ういう人がね訪れるのもありがたいんだけどちょっと怖いなって感じますよね、うん、そうですよ、こんなにもらっていいのかしらって、はいはいはい、だからね、うん、お客さん怖いのはお酒を飲んでらっしゃるから、はいはい、私のねやっぱ経験、私のがやっぱり一番こういう経験は長いので、うん、しかもそのバブルの後半時期もかぶってたから、やっぱりそういうお客さんだらけだった時期があるわけですよ、うん、だからこっちは味しめちゃってるもんだからやっぱり言ってみるだけ言っちゃおうみたいなとこあるじゃないですか。そうです ね、まさかくれると思ってないですし、こっちもそういうことなの、ね、だから言っちゃうわけですよ。だから同じように黒マーツよりもさらにちょっと高価なね、うん、ちょっとあえて言いませんけれども、うん、そういうものをちょっとこう褒めたら、うん、もうその場でいいよ、お友ちゃんなら全然あげちゃうよってくれて、はい、1週間後に電話かかってきて、うん、返してもらっていいっだったら言うなよと。僕は安心ですよ。これもらった後にこのお客さんもう一回来てくれたんですけど、うん、もっといいのつけてました。だからね、だからもう酒飲んだ勢いで隣にお姉ちゃんがいたから、ごめんあの時はあげるって言っちゃったんだけど、ごめんあれは無理なのって、まあ20万ぐらいのもんだったんですけどね、しっかり買える買える。相当なものですよ。いやもう本当ですよ。だからいいって言ったんですよ。だからもう絶対いらないですからって断ったのに、もう絶対もうもらってくんないともう無理とか言われたから、もらっててもそういう人も中にはいるんで気をつけてください。なるほど、そうですね。そうですよ、半年ぐらい経ってから言ってきた人もいますからね。あ、そうですね。もうだからもうあと1年経ってから言ってきた人もいる。1年前に座長にライターあげたよねとか言われて、そう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 、いました。で結局今は金なくて、今借金でどうでこうでって、そんなの知らねえよと思うじゃないですか。そうそう、時代なんですかね。いやもちろんたまたまね、僕はそれをね、例えば誰かにあげたとか、うん、七に流すとかしなかったから家に保管してたし、もう、まあ、言い方悪いけども、ダッサいライターなんですよ。いやすごい言い方悪いですね。いや要するに高いライター、ね、高いだけのみたいな、まあ、ジッポ、うん、まあまあブランド言うとやらしく、まあデュポンっていうね、その頃カシンカシンって鳴るライター、使いづらくてポケットに入れとくと、もう片っぽのスーツがこうなっちゃうんですよ。あ、重すぎてね。わかる、重すぎて。はいはいはい。だからそういうの気になりますもんね。そうそう、だからもうそういうの嫌だから、やっぱり家に保管しとこうと思って置いといたんですけれども、うん、1年経ってからやっぱそういう連絡も来てね、返して、うん、返したんですか。もちろん返しましたよ。もうそんなんで、なんか逆に、あ、もうすいません、もう今ないっすわとか言いたくなかったんで、うん、あ、ちょうど保管してたんで返しますよっつって、うん、そこからその人会いました。その人がね、でもね、やっぱり、うん、まあなんだって今言いましたけど、結局ね、うん、やっぱお金持ちってすごいのは、力持ってんすよ。落ちても、うん、お金を儲けるノウハウっていうのはやっぱ覚えてるのね。おう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 。それからね、3年後にまた復活してお店でまたすごいお金使ってくれました。ジップのライター、そのライター戻ってきました。そのライター戻ってきました。やばやば。さすがにそのライターは今の話はしなかったですよ。いや、お父ちゃん返すよ。いや、お店にまたこうやって足運んでくれることが僕は本当嬉しいですっていう偽善にね、言葉を。偽善じゃないですよ。いや、だって本音を全部言って成り立つ仕事ではない。私たちは、そうですよね。はい。私たちそうですよね、はい。一番なんかお客さんからもらった高価なものって何ですか。だってまだ経験で言ったら何年になります。だってこの業界だと。いや、まだ甘くないですか。でも2桁言ってますよね。9年。23、4、5、6、7、8、9、10、9年ですね。9年でしょ、はい。9年で、だってもう経てばさ、またあなたの場合は特にほら、いやらしいじゃない。お客さんとのコミュニケーションの取り方が。いや、もらった高価なものなんすかね。だから誕生日プレゼントとかもある。例えばほら、ホストとかの業界になると桁が違うじゃない、はい、マンションもらった、車、はいはい、もらった、はいはいはい、なるじゃない。そこまではないにしても、うん、例えば金額で言ったらこれぐらいのものをというのは、ね、まあ、誕生日プレゼントでいいんすね。あ、電動自転車から。ああ。またまたやらしいこと言うのかなと思いました。電動って危なかったですね。電動自転車。はいはいはい。電動自転車。自転動自転車。時価いくらぐらいってことですか。ああ、でも18万。18万。ああ。はい。やっとまあまあ子供生まれたのと誕生日のお祝いで。なるほどなるほど。でくれたのもあります。その自転車はもちろん今も。そう、今も使ってます。ああ、すごいね。それとまあ、いやすごい。そうですね。本当はいくらいくらで買ったんだよって言われた、うん、ほんまにその値段なんかなっていう財布をもらいました。あー、はい、それはね、お客さん半分嘘つく人が多いです。だからちょっとこう分かんないですね、はい、はい、うちの従業員全員に、まあ、エルメスのね、財布くれた人います。すごいですね、全部偽物でした。ああ、反社の人ですか。ではないです。ではない。ではないんですけど、お金を横領した人です。いやいやいや、ダメじゃないですか。犯罪者。反社じゃないですか。あのね、地方の方でね、うん、お金持ちの方じゃなく、うん、ということで自分では言ってたんですけども、うん、地方で何か企業をやってらっしゃったのかな、うん、その2番手か3番手にいたのかな、
で、あのお金の会社のお金を全て持って逃げて東京にね。あの捕まるのは分かってたんだけども、ね、最後に亡くなる前というか、なんか捕まってしまう前に東京でいろんな遊びをしたかった。なるほどね。という噂で、途中から急にいなくなりました。ちょっとイタチの最高ってやつですね。まあ、正しかったらいいじゃないですかね、それはね。いや、よくはないですよ。横領してるから。もらったやつは多分いいやつだと思うんですけど。ああ、最後ね、はいはい。それ本当だったらいくらなんですか、いやらしい話。いや、なんか買った値段はその、まあ、100近くって言われたんですよ。お財布が財布で。はぁ、あ。ほんまっていう。その財布は今どこにあるんですか。今使ってます。今使ってる財布がそれなの。ちょっと見してください。見してください。いや、あっちあっちあっち。あっちな。まあ、後で見せて。後で。本番中。それやったら、誰からもらったか分かってます。ああ、バレちゃうね。でもさっきあの、ね、ナンバー2とかそのいろんな組織乗ってましたけど、うん、その人はフリーメイソンだそうですね。いや最近でも普通に出てきますよね、フリーメイソン。明るいフリーメイソンの人多いですよね。いやいや、もうあの、うん、オープンになってますよね、それこそあの、うん、高須委員長とかもそうですけど、うん、あのもうフリーメイソンが当たり前のようになってきて、いやもういいんじゃないですか。お金持ってたら入れるらしいですよ、うん、フリーメイソンは。まあ、いや言ってました本当に。普通の方に来てほしいですよ、うちの店。あのね、なんだろうな、リトモってもう25年以上やってますから、いろんなお客さんね、本当にいろんな仕事の方、はい、いろんな方、うん、あんまりここでは言えないような方もいっぱい来てましたよ。僕マザームーン来てほしいけどな。だから本当にね、気がついたらもう次の月に逮捕されちゃった方とかもいっぱい来てましたよ、本当に。清原さんとかね。やめなさい、名前は。やめなさいよ、だからな。やめろ。だから本当にね、うん、宗教団体の方とか。だからマザームーン来てほしいですよね。いやもう、マザームーンってなんだよ、さっき。いやだから統一教会。やめろよ、だから。統一教会やめろ、もう。来てほしいじゃないですか。まあまあまあ、日本一尖った放送局だから、ある程度まではいいと思うんですけど。ね、うんうん、だから P 入れれば何でもありかって問題でもないでしょ。まあ、バキューンがいいですよね。だから P とかバキューンで何でもね逃げれるかって時代じゃないのよ。はい、こうやって見てた人でやっぱりこうやって調べるんだよね、その、はいはい、今関連のものを、ね、だからうちのね、うん、卒業生の山本貴弘も叩かれちゃったわけですよ。この話はここで終わります。いやその話が一番聞きたいですよ。山本貴弘の擁護をしてあげたいんだけどね、うん、まあまあまあこれはまあこの話するとすごく長くなるんでね、はい、まあ、今日時間あるから大丈夫ですよ。まあ、まあ、鬼越トマホークの YouTube の方でそれを見ていただければね、原口さんがゲストの時にちょっといろいろあったんですよ、うん、その時に ね、まあ、卒業生の山本貴弘とちょっといろいろかかって話はね、うん、その話はこれやるとそっちばっか見ちゃうんでやめてください。なんで僕ら関係のない鬼越トマホークの ね、リトモの卒業生ってやっぱ看板を背負っている以上はね、頑張ってほしいから応援していきたいと思います。やっぱりもうそうです、シソンヌさんもそうですけども、シソンヌはもうね、ですよね、もうちょっと売れすぎちゃったかな。そうですね、売れすぎちゃったから、すごいですよね、まあ、この番組にもちゃんとゲストで来てくれたんでアーカイブ見てくださいね、うん、長谷川忍と二人っきりでここで話してるアーカイブまだ見てない方もいらっしゃると思うんで、なかなかいい回だと思うんで、いやそうですね、はい、やっぱり売れるまでの過程としてやっぱリトモというものはどれだけ大事だったかってことをやっぱ本人もちょっとそれは理解分かってくれた上でちゃんとコメントしてくれてるんでね。ツッコミとか見てるとやっぱ座長のやつとかも真似てんのかなって思うとこありますよね。あでもそれめっちゃわかる。わかりますよね。めっちゃわかる、そうなんだよね。シソンヌはやっぱりあの時代を知ってる人は座長のツッコミだよねって言ってくれる人はすごく多いんですけれども、そこをなんか自分で自分をそういう風に言うの嫌なんで今言ってくれてよかったなっていう。吐き捨てる系のやつ分かる。そうですよね。まあまあでもいいのよ、うん、だからそういうのを少しでもね、うちのベースというかものを見て育ってくれた人が世に出てやっぱ売れてくれるっていうのが一番嬉しいことじゃない。もっと言ってほしいですけど ね、テレビでね、リトモの、そうですね、売れた方はもっとリトモのこと言ってください、言ってほしいですよね。もう本当にあの店最高だよとか言ってほしいですよね。なんかもう今日はもうこういった感じで話のフリートークみたいな感じで進めていくんで、はい、多分ご覧になってる方、最近見てくれてる方はわかると思うんですけど、特にこう企画というものをやりません。やりません。もう、はい、あのね、一応台本は作るんですよ、はいはい、僕毎回、うん、台本作るときは一応最低限なんかやんなきゃなと思ってね、ここ見るといろいろあるね、モノマネイントロクイズコーナー、つまんなそうでしょ。いやいや、つまんないことはないですけど、まあモノマネは結構やってますからね。そうなのよ、はい、モノマネの人間たちだからモノマネやった方がいいのは分かっちゃいるんですけれども、はい、それは見せてみてくださいって話でね。そうですね、あと変な話だけど、やっぱ動画配信 TikTok だなんだ、うん、YouTube とかもそうですけど、モノマネベースでやってるものってね、跳ねないよ。跳ねないですね。そうですね。
ね、だからまあそこを無理やり無理モノマネに寄せなくてもいいかなって、ただ時間が余ったらやってもいいかなとか、ね、まあ、だからトークのそのトークテーマ出し合いましょうみたいなのはもうコメントとかでも欲しいですよね、こっちに。そうね、見てる方がツイッターでね送ってもらって、こういうトークで話してもらえませんか、そうそうそう、例えばいいんですよ、モノマネの裏側とかでも構いませんし、ね、二木大輔のチェーンの話でもいいですよ、ね、誰が聞いたの、これは何18金なのか24金なのか気になりますとかでもいいんですよ、だからそういう話を僕らが膨らまして、話をさせていただきたい、この3人にしか聞けない話とかもありますからね、そういうことでございますよ、何に聞いてもらってもいいですもんね、そうですよ、うん、大友さんはバツイチの後どうしてるんですかとかいろんなことをね聞いていただいても全然いいんですよ、ちなみにどうしてるんですか、その話はいいでしょうね。いやいや、そんな話は。俺だからホモなんじゃねえかとか最近。じゃあじゃあちょっと聞いていいですか。なんだよ。いや、トーク、いや、トークテーマ出し合いましょうですから、そう。だってまだトークテーマあるでしょ、だって。座長は離婚した後に、離婚しました。彼女何人作りました、はい、彼女と呼ばれる人何人作りました、あ、離婚をした後に彼女と呼ばれる人が何人作りましたか、うん、正直に言いましょう、はい、ゼロ人でございます、おなのだからホモじゃねえかって最近言われてるんですけど、ゼロ人、あのさ、だってあの年齢がもう私54ですよ、はい、ね、前ね結婚した、うん、別れてからもう10年、うん、10年は経ってないか、いや多分離婚してから8年ぐらい経ちますよ、はい、ね、だからもうその時までにの年齢を考えたら、はい、もうかなり私はもうその女性というものに対していろいろ経験はしてきましたから、はい、あとはその結婚したりとか、うん、その今までいろんな恋愛をしてきたことによって、なんだろうな、この年齢になってこう拘束されたりとか、束縛されたりとか、うん、もうそういうことが辛い。もうなんだろう、自分は自分なりに生きていきたいのと、あといろんなことを勉強しすぎちゃって、価値観、本当に自分の価値観と合わせてもらえる人じゃないと居心地が良くなくなっちゃったのかもしれないですね。8人ってことですね。あ、8年間の間に0人ってことですね、うん、だからやっぱりいや寂しくなるとき言われますよ、それは、はい、孤独を紛らわすために自分はじゃあ何をすればいいかなとかいろいろ考えるときもありますけど、何するんですか、いや友達は何人かいますから、はいはい、ね、友達と遊ぶ時間もありますし、あと自分磨きみたいなこともしますし、うん、あとはもう体弱くなってるんで、はい、運動をしないといけないのと、あと親も弱ってるんで、親の、まあこんな話は重いんだよね、いや、まあ、親のね、親のこととか見なきゃいけないことがすごくそっちで時間取られることも多いです。あ、で、そういうことしてる暇はないよってことですよね。だからあと稽古もだって2人の稽古だけじゃなくて全員の稽古やりますから、バイトの子たちも全部やりますし、はい、新しいこともいろいろ考えなきゃいけないし、ということだから女の子関係はちょっと、あとなんかしたら今の時代ってすぐにバレるでしょ。あ、そんなことはない、まあ、近しくなければ、そんなこと近いところ行かなければ、でかといってなんか、うん、なんていうの、そういうところ行って出会う場所にも行きたくないし、はい、もともとキャバクラとかでっきらいだから、はい、マッチングアプリしたい、マッチングアプリは一番無理です、僕は。だからそういうのをSNS ですら、はい、たまにダイレクトメールでわけわかんないの来るじゃない、うんうん、もうそういうのももうなんか包もたせかいやらせかみたいなのにしか疑わないんですよ、はい、疑うことしかできないの、はい、あ、でも一緒ですよ、僕も、うん、だからこそなんかもう本当にちゃんと会ってフィーリングがあって価値観が合うまでちゃんと確認をしてからじゃないとそこの段階に踏み入れられないので、今はもう本当におとなしく自分で自分を慰めてる毎日です。いや そうか、はい、というわけでございます。お店も行かないですもんね。だお店に行かないんですよ、だからそういうところ、はい、だから本当に自分がこういう店をやっちゃってる分、うん、接客をされる店に行きたくないんですよ。あ、なるほど。だから分かるでしょ、これは。分かります。無理やりお客さんに連れてかれたキャバクラとか何回かあったんですけど、そこで横についた女の子とかが順番に変わるでしょ。変わって、はい、その中の10人中1人ぐらいはまあまあそこそこかなって、ちゃんと喋れるなと思うんだけど、あとの子はもうどうして俺がこんな一生懸命喋んなきゃいけないんだろうと思ってる段階でもう、そうですね、もう痛くなくなる。その気持ちすっごい分かりますわ。でしょ？そう、分かります。でも、一生懸命頑張ってくれてるから嫌な顔は絶対しませんし、やるんですけど、ただ、自分のお金を払ってそこに行くとこではないと判断してしまう自分が、
これは敵を回すからあんまり言いたくないですけど嫌なんですということで、ね、いやでも全然普通だと思いますけどね。はい、というわけで、はい、はい、どうぞ。というわけでございまして、大友龍二の方に、はい、彼女募集中ということでございますので、はい、もし私の今のこの54にもなった価値観に合わせるのなかなかめんどくさいと思います本当に、はい、でじゃあコメントの方も来ております。はい、はい、じゃあすいません、読ませてください。まず物産から来ております。いつもありがとうございます。皆さんこんばんちは。こんばんちは。月に1回楽しみに拝見させていただいてます。今日は特にアイキさんがカツアゲ手に入れたネックレス素敵です。カツアゲ誰がカツアゲじゃんカツアゲ、さて今日は皆さんにお願いです。はい、今度姿勢を解析して点数化するツールでリトモの皆さんを解析させてもらえませんでしょうか。姿勢を解析して点数化するツール。あ、姿勢ね。はい、こうやって座ってたりとか座ってる姿勢とかですね、解析して点数化するツールでリトモの、オリジナルをリトモの皆さんを解析させてもらえませんでしょうか。はい、ぜひコンディション作りにもネタの見せ方にも活かせると思いますので、ぜひご検討ください。企画でも OK ですと。ぜひやらせてください。いいですね、いいですね、嬉しいですね。それをここで発表しましょうよ、だって。ね、ね、せっかくやってもらってね。はい。そうですね。え、それってどういうところで。いや、どうなんですかね。出向いてやるのかな。なんかツールって書いてあるんで。ああ、なるほど。まあ、なんか、やり方さえ教えてもらったりとか、機会送っていただければ、ここで。ああ、わかりました。ぜひやりましょう、もう。はい。ぶっさんさん。はい。母ちゃん。あ、母ちゃんじゃん。はい、言っちゃった。言っちゃった。さあ、もう一件。姿勢だけはいいねって褒められてたんで、昔から。急にやめてください。急に背筋伸ばすのやめて、本当に。いつも一番だらしない。伸ばしたら、ケンタより僕10センチぐらい背低いんですけど、うん、足短すぎてめっちゃでかいんですよ。でかいよね。座高高いよね。ほんと足短い。座高高いんで。あともう一件ですね。今直しておきます。はい、あともう一件ですね。はいはい、大友龍二のイドブリマンデーのメッセージですと。はい、お久しぶりにこんばちは。こんばちは。今日は仕事サボって見てますと。あら、あれ仕事サボいいのかな、これ仕事サボってみて、はい、いやでもありがたいですよ、本当に。これちょっと僕に対しての質問なんですけど、はいはいはい、アイキ君、レッドイーグルスの弟さんとの共演どんな感じでしたか。うん、弟さんはリトブリマンデにゲスト出演しないんですが、クルルさんから来ておりますから、ね、あら、いつもありがとうございます。そうですね、弟はゲストではタイミングが合えばぜひ出てもらいたいと思いますけど、ね、弟さんレッドイーグル、はい、イーグルスの、ね、はい、苫小牧の苫小牧の、はい、この間の行ってきたやつ。あ、そう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 、うん、だってゲストとしてね呼んでいただいて、そうですよ、試合の前にね、はい、しかもネタも披露して歌も歌って、歌も歌って、前日があなたの行った前日のゲストが同じ苫小牧出身で売れた方を2人出そうってことになって、はい、ね、羽生結弦ないで大ブレイクした羽生結弦ないこと愛木健太が2日目ですよ。初日がなんとエグザイルの小吉です。小吉くんのボーカルのね、かっこいいですね。やりづらくてしょうがない。それはやりづらいよ。初日エグザイルのね、小吉さんが、歌を歌い、歌を歌って、うん、トークショーし、ね、企画もなんかやり、そうで2日目が愛木健太、苫小牧の大スターウィンズが出てきて。あんまこういうこと、まあ、言わない方がいいな、やめときます、やめときなさい、やめときなさい、やめときます、まあでも僕が行った時にちゃんと試合勝ててよかったです。よかったね、よかったです。でも結局はさ、その試合が勝てたっていうことがやっぱりほらゲストとして行ってさ、よかったわけじゃない。これも下手したら最後の大会のやつ呼ばれるかもしれないですね。僕も呼ばれるんじゃない。だからやっぱりね、もともとアイスホッケーをやってたからこそ、そこからスピンオフじゃないけど、なんかその流れでさ、アイススケート、そうです、フィギュア、フィギュア、羽生結弦みたいなことになってたわけですから。そうですね。だからアイスホッケーにはやっぱ縁があるわけですから、これからもやっぱそっちのお仕事もね、いやいただきたいですね、やっていきたいなと思って、この間入ったのがパチンコ実践番組ね。でも好きなことじゃん。まあまあ確かに好きなことが仕事になるって、モノマネもだってさ、そうです、多分この中にいるメンバーで誰よりもモノマネが好きなんですよ。そうですね、はい、僕の場合も同居不純というか、なんかやっぱなんかモテたい願望みたいな感じがあるじゃない。 ね、あとやっぱり人よりもちょっと優れたのがたまたまモノマネだったからとか、うん、やっぱ地元で何かやってみたらそれが成功したからとか、うん、そういうきっかけで、だったらこれが仕事になんないかぐらいで始めたのが我らのこの同居不純、はい、ね、でも彼の場合本当に好きだから始めた。そうですね、好きですからね、それが仕事になってるって最高の人生じゃない。最高ですね。でも今モノマネをね、仕事にしてるわけだし、うん、でしかもその唯一の自分のプライベートの趣味みたいなパチンコも仕事として、この実践、うん、ね、はい、行って石川県までわざわざ行ってパチンコ実践してきたわけですよ、ね、危なかったですよ本当に、ね、もう負ける寸前でしたよ。パチンコ実践番組って言って、うん、多分今ね見てる方わかんないと思うんですけど、うん、パチンコ屋さんでパチンコ売ってるのを、うん、来店したお客さんの集客を集めるためにゲストが来てますよ、うん、ということをやる番組なんですよ。そうですよね、うん、だからそれをやって、要するにパチンコの実践、ただリアリティがないといけないから、実践者は
ほぼほぼ自腹でやるようになってね。そうですね、まあ、裏話をしちゃうと、まあ、でもその番組とかにもよりますけどね。そうそうそう、あのテレビでやってる今夜もドル箱とかテレ東でやってるような番組になると、うん、あれはもう楽園さんの方からお金が出て、あの実践してるのも自分たちのお金じゃないんですよ、あれはね。だけどこういったあの地方でやってるイベントとかの場合は、大体自分でお金をね、やった払って、それが買った時は全部自分のものみたいなやり方、うん、だからあれですよね、仕事で言ってるのにやっぱり本気になりますよね、うん、でギャラはギャラで別で出るんですけどね、はいはいはい、だからギャラを食ってしまう場合があるってことね、一歩間違えたら。それはありますよ。そう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 、2店舗回ったね、2店舗回りました、楽しかったです本当にねえ、だからでも夢叶うみたいなね、今度はだからまた違うステージ行きたいね。だから、うん、パチンコ実践だったから今度は動画撮ってね、だからこうなんかやってみたいですよね、こう喋りながらやったりとか、YouTuber とか TikTok もそう、うん、TikToker もそうなんです、うんけど、今パチンコが結構バズってるんで、意外とやっぱ根強いですよね。あのね、思ったんだけどね、まあ、この番組のコンセプトも最近最初ね、他力本願でいろんなゲスト呼んでバラエティ色豊かにやっていこうと、いろんなことに手出しすぎましたけども、私は思うんですけどもね、やっぱこういう尖った放送局だからこそ、もうちょっとなんか狭くていいのかなと、専門チャンネルでいいんじゃないかな。だからよくやってるじゃないですか、女子プロレスとか、最初の頃やったら女子バスケットとか、狭いけれどもその人たちは絶対見たいなと思う番組をやるべきかなと思って、だから本当パチンコなんかもいいんじゃないかなと思いますよ。いや、もうじゃあミスターパチンカーがいますから。ミスターパチンカー、ミスターパチンカーがいますから。ミスターごとしはね、いやそれダメです、それ捕まります。ごとしではないんだ、それダメです、捕まります。ごとしっていうのはあのインチキをして球を出してしまう人のことを言います。ごとしじゃないです、ごとしじゃないです。ただあの本当にパンチするだけなんで、強めに強めに台をパンチしてしまう。もうボタンを押す強さそんな強いぐらいの感じです。あれですか、あの昔あの捕まったあのガロをこうハンマーで刺して、折ったけどね。ハンマーじゃなくて、それを手をハンマーにして叩いちゃう人ってことですね。そうですね。まあムカついた時はね、やってしまう時もね。ダメですよ。あれ、あなた牛の両店舗の総監督ですよ。大人になってからもうそんなに少ない子になったんです。高橋みなみがそんなことしますか、あなた。確かに。高橋みなみしましたか。総監督だからね。総監督やめてください。高橋みなみはパチンコしてない。裏でやめてください。裏の話。羨ましい。だってパチンコの営業、僕も昔行かしてもらったことあるんですけど。はいはい。知らないと思う。知らない。知ってますよ。あの元店長の小山祐樹と一緒にやってますよね、はい。知ってますよ。サマーズの大竹とのモノマネをね、こう竹内力のモノマネでホールを練り歩いたんですよ。はい、で僕声。公営マネじゃないですか、はいはい、でもまあその金融系の、うん、やつなんでパチンコ店さん側から、はい、竹内力でお願いします、うん、なるほど。僕あのフリーザのモノマネやってるんで、多分格好的にはフリーザの食いつきあるんで、うん、向いた目じゃない竹内力やって誰も食いつかんと、うん、だから竹内力でお願いしますじゃない方でお願いしますって言ったんですよ、うんうんうん、向こうから竹内力でお願いします、まあ、向こうが、まあ、それはしょうがない、向こうお金払うんだから、ね、そうなんですよ、うん、何回も言われて、うん、竹内力で回ったら誰一人声かけられない、うんあの演者、僕らはこうね、人前に立つ側だから、はい、僕らのが分かってんだけどね。そうなんですよ。だけどやっぱりあのクライアントさん、お金を払う側は、うん、やっぱりそれを聞くのが僕らの商売ですよ。でそれ終わった後に、うん、お疲れ様でした、ね、フリーザでしたねただね、ただ正直言います、うん、パチンコ屋さんで、はい、ね、要するにあのネタをやらされるとか、あ、それきつい、そういうのって、はい、ほぼほぼ無理です、うん、あんだけねガンガンに音鳴ってるところと、そう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 、しかも向こうに皆さんいらっしゃるお客さんというのは求めてるのは、うん、ゲストじゃないのよ、うん、勝てるか勝てないかをやりに行ってるわけだから、そう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 、競馬とかでね、競馬走ってない時にあの中の広場でやるイベントとはわけが違うんですよね。パチンコ屋の実践でやっぱりね、呼んでいただくのすごく嬉しいことですけれども、うん、ネタやるのは結構危険ですよ。ネタは難しいですよね。前にうちにいたあのチャンドンゴンもやってたね、松下拓也の時の営業は加藤茶さんのサブで、あのうちのチャンドンゴンがついていったんですよ。で私サポートでついていきましたけれども、はい、加藤茶さんがあんなにブチ切れてるの初めて見ましたからだって加藤茶さんにも食いつかないんだから。そうなんです、誰も興味ないですよ、ね、でそれで食いつかないんだから、もうそこはね、こうやって練り歩くんですけども、スーッと加藤さんをね、うん、通してあげればいいんですけど、その松下拓也は仕事をしっかりしなきゃ気が済まないタイプだったんで、加藤さんが来ております、よかったら写真撮りませんかと、一人一人に声かけたんですよ、うん、それに対してさらにブチ切れるという寝方がおめえふざけんなよっつって加藤ちゃん怒るんすね。それを言うとね、皆さん夢を壊しますしでもそういうことですよ。ペイしないのか、ペイしながらしないよそんないや、それ言ったらもうね、まあそういう、でもそういう仕事ね、ありましたらね、ぜひやってみたい、行きたいですけどね、好きなことはね、
仕事にできるっていうのはありがたいことなんで、うん、フリーザでやらせてください、まあ、フリーザでね、まあ何よりも麻布十番のリトモと大根に遊びに来ていただいて、そうですね、それでそういったことをやったらそういった本も見てあげてくださいね、うんうん、っていうことでございます、はい、トークテーマ出し合おうって言ったけど何にも出し合ってない。いやいや、もうめちゃめちゃトークしますよ。もうあともうあとわずかですよ、ね、残り、もう残りだって37分しかないですよ。あと17分だけ。トークテーマなんか出しますか。トークテーマ出します。なんかあります。俺ちょっとは出し考えてきましたよ。なんかありますか。モノマネイントロクイズやりましょう。モノマネイントロクイズやだよ。いいよ今更こんなの。いやなんか、じゃあ一個だけ出してよ。じゃあどうしようかな。例えばいいんですよ、なんかさ、なんかこうフリーザーのちょこっとだけやってこれフリーザーって言ったら違うとかでもいいし。ああ、なるほどなるほど。じゃあ僕の、うん、あの持ってるレパートリーの中で、うん、1文字だけやるんで、頭のね、頭の超イントロね、1文字だけ言うんで、はいはい、それを当ててもらって、はい、それピンポン早押して、じゃあ手挙げましょう。モノマネ、あ、これここ置いておきます。じゃあ2人でね、はい、いきますよ。はい、早えよ。言ってない言ってない、まだ言ってない。早えよ、約束なら分かるけどね。すいません、ごめんなさい。ならないのかよ。新しいの買ってきたこれ。2回目でしょこれ。ちょっと待って。早すぎるとよくないですね。はい、いいよ。いただきましょう。第一問。はい。いえ？え？ちょっともう一回。はいはいはい、ジャガー横田正解。あーマジかー。正解確認してみましょう。お願いします。どうも、私は横田です。ジャガー頑張ります。イエーイ。ジャガー頑張ります。ジャガー頑張りますは鳥越あずりさんとも放送されてますんで、ぜひご覧ください。いや、稲川淳二かと思った。稲川淳二じゃない。稲川淳二かと思った。唯一の一問でございました。ありがとうね、本当に。ジャガーさん、ありがとうございます。61歳になってからね、私。61歳にもなったよね。ちゃんと、まあ、それでも現役で頑張ってらっしゃる。この間試合もね、招待していただいて、めちゃおもろかったですよね。いや、あんな近い席です。あのプロレス見たの初めてですよ。うん、本当そうですよ。そうなんですね。だからね、もう、うん、それは、まあね、それですごかったなと思ったんですけど、やっぱリングといったら、この間のメイウェーザーね。ああ、メイウェーザーも、ね。昨日か。メイウェザーと朝倉未来。いやー、あれ良かったですよね。多分テレビでやってないから、やっぱりそれなりにほら、なんつうの、ああいうのさ、お金払って見るやつ、ペーパービュー、そう、ペーパービューか、あれじゃないと見れてないんで、見てない方多いと思うんだけど、今の時代だと平気で TikTok とかでも上がってるから。そうですね、もう私もそれで見ましたけれども、はいはい、いやでもあれいい試合でしたよ。でも、ま、負けはしたけども、はい、かなりいいとこまで行ったんでしょ。あれ頑張りましたよね。あれただ、メイウェザーやっぱ強い、ただ強いんだね。だって最後の倒れ方って、あれで倒れたの？いや、だってあれ当たってないと思いました。僕も当たってないと思いました。蓄積でですよね。だから蓄積の最後ちょっとなんかポンと当たったのが、だからミクロさんも結構言ってましたからね。多分これ手は手じゃないんだよね。何なんですか、逆にもう手じゃなかったら、ね、あれは何か中に入ってるね、これね。そうです、アイアンみたいな。だから大きな手術をされてますね、彼はね。いやいや、メイウェザーはだから。いやでもすごいですよ、やっぱメイウェザーやっぱりもうスターなんだなと思ったんですけど、やっぱ銀座とかでやっぱりニュースになってたじゃないですか。なってた。あの焼肉食べてもう人がバー集まってたみたいな。買い物するだけでね。買い物、そうそうそう。でも旗から見たら、あのメイウェザーよりもボディーガードの方が強そうに見えますからね。メイウェザーの倍ぐらいの顔は体。それもだから話題になってましたよね。あの朝倉未来とこう対面した時に、あのボディーガードバーン来て、お前何なんだみたいな。そうそうそう、あれもありましたけども。そうですよ。そんでメイウェザーに花束あげた、あの人は誰なんだって。いやいや、それ一番炎上してるじゃないですか。投げちゃった、あれはすごいですよ。奥野さん、いやいやいや、もう名前言わないだけでください、ね、ごぼうの党党首でございますからね。ごぼうの党の党首さんね。今すごいですよ。でもあれ、なんて言うんだろう、結局なんだろうな、ああいう戦いとかの中に話題になることっていくつかこうあった方が面白いけどね、視聴者としては。面白いですけど、あれはでもちょっとね、あれはまあ、ちょっとマナー違反にはなりましたけれども。ただこれって、ね、多分ね、僕の予想なんですけど、向こうの思惑通りですよ、うん、あの炎上のされ方は有名になったんで、うん、あれは相当な、うん、あの炎上商法ですね。そうそうそう、はい、結局いいか悪いか分かんない。そうなんですよ、結局 YouTube も世界もそうでしたけども、最初の頃はもうどっちかに偏ったじゃないですか、うん、炎上で数字稼ぐか、それとも正統派でやっていくかみたいになりましたけど、はい、やっぱり今炎上商法がなんだかんだ言って数字取れるし、うん、結果的にそれが一番有名になるし、数字につながれば収入にも得れるわけだから、うんうん、あの時一回バッシングされればなんだろうが、芸能界って結局人気だけじゃなくて、うん、ヒールとして人気になったっていいわけだから、うん、そこなんだよね。だからそう考えた時に、あなたの羽生譲れないで週刊文春に叩かれた時に、私も含めマネージャーも一生懸命守りましたけど、今考えたら戦えばよかったですね。あ、そうですよ、戦えばよかったです。
僕何言ってんだよお前らっつって、ね、かかってこいおらっつってね。それをだから YouTube で文句あるやつ直接来いって言って YouTube かなんかに撮って対談みたいなのでもしてもよかったですよね。だからあの時戦ったら戦ったでまあいろんなことになったかもしれませんけど店にはすごい影響になったと思う。うちは店がありますからね。そう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 、ちょっと怖いなってのもありますし、だからちょっとね、ネタ的に、まあね、羽生結弦ないもそうですけれども、うん、まあまあ、あの人たちは戦ってなんぼの商売だからさ、ね。いやでもまあ、ごぼうの塔の当初はやったったっていう感じですよね。あんだけ話題になるんだないのかな。すごい話題よね。だから、これから気がついたら、もう TikTok のこうスクロールすると、あの人ばっかり出てくるんだよね。もう出てきてます。あ、出てきてる。すでにもう出てきてます。メインウェザー戦と、やっぱりもう、その、あれ、ごぼうの塔の当初の奥野さんが、まあ、めちゃめちゃ出てきてますね。なるほど。まあ、メインウェザーのが、そのお金の感じで調子乗っとったからっていうのもあるんでしょ。だから気持ちは分かんないでもないっていう人も多いんですよ、はいはい、ね、結局メイウェザーも調子に乗んなよっていうのもあるし、まあでも調子に乗何様だっていうのもあるけど、でもあれ一歩間違えたらあの国と内側っていう日本がよ、うん、揉める原因も作っちゃってるからね、あれ一歩間違えると。 それぐらいもうさすがスター選手ですね。大人でしたね、うん、大人だね、花束ちゃんと花を拾って、あのちゃんとね、その花でこうでん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 やってないやってない、ちゃんと自分のスタッフに渡して渡してね、偉い。いやもうなんかそこまで強い方ですし、スターである人間やっぱり強い人はね、そういうとこ偉いと思いますよ、うん、やっぱでもスター挑発に乗らない、そういう格好と考えればスターってすごいですよね。 A ちゃんとかもすごいですもんね。そういうことですよ、うん、もう本当にあの逸話とか聞いてたらもう素晴らしい話ばっかりですもんね。 A ちゃんがだって博多かなんかかね、ライブの時に行って初日に、だからちょっとそのライブの前日かなんかにバーかなんかいらないスナックですよね。そうスナックにこうやってさ、そう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 、知らないスナック入るのが好きなんだって、はい、でバーって入ってったら、そうそうそう、スナックのこうやってマスターかなんかが半笑いで、半笑いで、そうそうそう、いつもそういう格好すんの。そう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 、あのさ、まあ、好きなのはわかるけど、まあまあしたいなら仕方ないけどさっていう話で、うんうん、で生ビール頼んだんですよ。生ビール頼んで A ちゃんは自分の正体明かさずに飲んで、明日あの本物があるからもっと勉強してきた方がいいよってそのマスターに言われたら、言われたんだ。そしたらライブの時に A ちゃんが昨日さ、そう前乗りしてねって、うん、あるあのスナックに入ったんだよ。そのマスターがさ、まああの矢沢のことをね、矢沢の、まあ、そっくりさんだと思う。矢沢に憧れてる人だと思ったんだと思うんだけど。だからそういうふうにその話を下りを話したらしい。で、マスター今日来てるらしいけど、つって、うん、今日この後10時半にお店行くから、つって行ったんですよね。行って、ドア開けた瞬間にマスターが土下座で迎えてくれたっていう、エピソードトークを矢沢駅さんがコンサート中に話すんだけど、上手よね。上手です。エピソードトークの話。すごい上手だね。やっぱり引きつけるっていうか、もうやっぱり。やっぱ人前立ってあんだけ長くやってる方のトークって、やっぱりエピソードトークでも面白いんだな。いや、面白いですよ。ドルでラーメン食った話とかめっちゃ面白いですからね。まあということで、もうやっぱね、やっぱ矢沢永吉さん、ミュージシャン、アーティストですらやっぱりトークがあんだけうまいんだから、僕らも頑張っていかないとね。そうですね。さあということで、次のトークテーマです。はい、メインウェザーの後、なんでちょっとニュース、じゃあいよいよ切り込んじゃいますか。じゃないの、何を切り込むって、何かあるだって。統一教会切り込んじゃいます。うるせえな、統一教会好きだな。あ、もうじゃあ分かりました、国葬の話でもしましょう。いや、うるせえな。そういうのばっかり言いたがるよね。本当に。いやいや、一番今いじりたいところじゃないですか。国葬してあげようよ。いや、あげようよって。いや、まあ、もう詳しくは僕は分かんない。もったいないとか言わなくていいと思う、俺は。もったいないからなの、あれは。いや、もったいないからでしょ。だから、だって、そこにだから税金をものすごい使うのがもったいないだけで、やっぱあんだけ反対派が出てる。いや、そうじゃないですか。それ、あのプラカード持って反対やってるのは、お金をいっぱい使うのはもったいないからっていうことだけ。まあ、他にもなんか、俺そこであんま詳しくないんですよ。あるなら、あのあれですよ、そのまあ、その殺されちゃったとかあるじゃないですか、ね、そういうのあるから、まあ晒さないでみたいな。なるほど、家族葬儀。ちょっといいかな、うん、ちょっといいかな。頭良くない3人でそこは出すのやめようよ。なんかすごくそこでさ、はい、あ、なるほどって言わせることが言えなそうな今空気流れてたから、ね、浅い知識だけでこうトークするんだったら、やっぱりちょっと専門職に、私たちが話してても、あ、そこそこちゃんと知識あるんだなと、うん、あ、勉強になるなって話をしましょうよ。そうです、ね、そうですよ。でなんか、あ、やめてくださいよ、国葬の話なんて。お前だよ、お前だよ。あの、マッチングアプリの話を、じゃあ。
さっき話戻るけど、あの企画であのマッチングアプリ座長が登録して、それをどういう進捗状況かってやつやだよ。いや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 、そういうのもそれいいじゃないですか、うん、俺まず登録するのも怖いの。ああいうのってさ、はいはい、なんかもうなんだろう、登録古い人間だから、はい、出会い系サイトみたいなね、はい、結局何かに誘導されてお金をねむしり取られるみたいな、なんかいやいかがわしいものだったとばっかり俺はマッチングアプリって最初思ってたんだけど、うん、今の時代はもう学生と当たり前にやってるらしい、うん、だからそれを否定してる方が、うん、あの恥ずかしいらしい。ああ、 そうっすね、そんな時代があるらしいんだけど、でもまだもう本当に未だにこう私の中ではマッチングアプリというものが、あの SNS をスクロールしても出てくるじゃない、ね、興味ないのにさ。でしかもそのマッチングアプリとか Facebook とかでマッチングアプリとかって誰々がいいねしてますとか出るじゃない。二木大輔さんがいいねしてる。おい、なんでいいねすんだ。Facebook のあれでしょ。なんでいいねしたの。でも昔、うん、そのいろんな知り合いを作るために、うん、人脈作るために、はい、人脈作るために何でもいいねをしてた、何でもいいねをしてた時のやつが未だにまだ来る。未だにそれがいいねをしちゃってたのが履歴に残っちゃうんだ。そうそうそう。じゃあやってはいないんですね。やってるんです。おお。広告で出てくるやつはやってないけど、もともと iPhone 出たての先駆けの位置情報のやつで、あのマッチングみたいにするやつはめちゃくちゃやってた。あ、めちゃくちゃやってた。いやだってさ、誰だか分かんない人と会うわけでしょ。まあ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 、だから本当にだから下手したら会いました、うん、ホテル行きました、うん、で何もやってないのに怖い男の人が入ってきてみたいなのありますよ。つつもたせってのがあるんですよね、はい、分かんない方のために説明すると、うん、初めからお金儲けのために自分の連れの女の人にそれをね、こうやってやって、もしくは最初からもう口コミの、うん、その仕事として女の子を雇ってバラされたくなかったみたいなことですよね。でホテルに乗り込んで、はい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 、じゃんじゃじゃんって出てきて、おっかない人が出てきて、でそれでお金をまあ、いっぱいこう引っ張られるというね。それも怖いんですかね。ずるいですよ。だってそれってやっぱ男もお金払っちゃうもんだから、後ろめたいし、ちゃんとした仕事をしてる人だったら余計にこんなの写真晒すぞみたいなこと言われちゃったら怖いからお金払う、うん、あ、気をつけてくださいよ本当に。いやでもやっぱり座長には出会いがやっぱり欲しい、うん、マッチングアプリで出会うことは私は一生ないと思いますけどね。絶対やらないから。タップルとか Tinder やってみましょうよ。だからそれ企画としてね、タップルやってほしいです。タップル Tinder やったら何が違うの。 Tinder はちょっとあのやりもくというか、そういうのが多いか。ああ、やりもくってのは別にそっちのエッチメインなのね。エッチメインみたいな。そっちはタップルはティンダーがエッチメインで、そのタップルのは普通に健全な、普通に健全にちゃんとお付き合いをして。いや健全ではないと思いますけど、まだマシ。なるほど、ね、まだマシだと思います。イメージ的にも、はいはいはい、これちょっとだから企画で経費で落ちるなってやってみます。だって、うん、いやそれを だって やってるプロセスを何報告するの俺。だから来月。いやだってそれはさ、よく考えたらさ、プロセスを報告しちゃったら晒してることになるわけで、もうやらなくていいです。やらなくていいです。だから読んでくれれば。あ、どういう進捗状況で、まあ、こういう感じでアプローチが来てるって。で2ヶ月後には会いましたみたいな。それはごめんなさい。その人に対して自分は本気で望むの。本気で望む。いや、ダメだよ、それは。本気ですよ。本気で望んじゃったら余計に晒したらダメよ。え、晒さなくていい。どんだけ真面目なんだよ。いや、晒さなくていいんですよ、だから。だって本気になってんのに、ね、本気で例えばじゃあその人のことを好きになっちゃったとするよ、じゃあ。ね。いや、なんか、あれ、なんでこんなに価値観合うんだろうみたいになっちゃって、本気で会いたいなと思った時に、それも経過を全部ここで晒してたってことが分かった時に、実際に会った時に、謝んなきゃいけないじゃん。いや大丈夫ですよ、そこまで会ってるんだったら許してくれますよ。あと初めましての時にこう生出演でもいいじゃないですか。ああ、いいですね。ああそれ盛り上がるな。盛り上がるなじゃなくて、尖ってそんな出会い嫌だよ俺は。なんで最初からそんな出会いしなきゃいけないの。今日のスペシャルゲストはこの方です、うん、誰誰みたいな感じになって、こちらで知り合いましたって。それだったらあのそのタップルの方の宣伝にもなるし。え、ごめんなさい、タップルの宣伝になってタップルからいくらかもらえるんですか。それは当たり前じゃないですか。絶対見てますよ。だって鳥越あずりですよ、ね、こんな日本一とかった番組の視聴率どれぐらいあるんだって言われる。50歳超えてからもうカップルってやってください。あ、 YouTube、 YouTube 出ますよ、あの広告に。座長出ますよ広告に。あ、なんか CM? CM で、あのカップルって出ますよ、あの大友さんの顔バーって出て。なるほど、出会うならカップル。いい声だな。これもう広告でバコバコ入りますね。もう閉めましょうか。いやまだ3いな。でも3ぐらい。でも6でもない女多いですから気をつけてくださいよ。いやだから嫌なのよ。で僕は港区女子とか多いと思うんですよ。あのね、だからもうなんだろうな、もう結局信用してない、もう人を疑うことしかしなく年になってきちゃったの、はい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 、今までね。やっぱり本当に素直だったんですよ、うん、最初若い頃はね、うん、何でも
もう言い方悪いけどもマルチでも何でも引っかかっちゃうタイプの、あら、ね、街を歩けばもうそうやってキャッチセールスにも引っかかっちゃう、うん、ね、映画のチケットもいっぱい買わされちゃうみたいなねいっぱいそういうことは経験したからこそもう本当に疑っちゃう、もう誰も信用しない、もうあなたも信用しないし、ね、まあ、あなたも信用しないし僕だってこっち出てきてからもう誰も信用しないですからね、だからもうでもそれぐらいでいいのかなと思ってるんです、うん、だからこそそういうねなんかでなんかそういうのサイトでなんかマッチングアプリとかも怖いけどでも企画だったら考えなくもないんですけれども、私じゃない人間でやりましょう。え、誰でやるんですか他に誰か敵にいます？そうですよ、他にいない誰か、うちのメンバーでバイトでやってくれそうなの山手さんとか探します？いや山手さんと結婚したい、結婚したい。ナンバーな音にやらせよ。ナンバーな音入ったばっかり。それはそれは酷だろお前。あ、でもまあナンバーな音面白そうですね、面白そうですね、あ、やってみます。山で超えたらちゃちゃっとこなしてね。あー確かに、うん、普通に彼女ってだからまあね、でも、うん、まあまあマッチングアプリというものが、うん、じゃあどのぐらい信憑性があるかというのを実験するという意味ではひょっとしたらやっていいのかもしれないね。いやー、これでもちょっと面白そうじゃないですか。それモルモットが私なのだけはちょっと腑に落ちないねあのできれば人のを見て笑いたいじゃない。いやお前それ違うだろお前それ。あ、でもその返信見て言いたいですよね、うん、そう、そのコメントはもうちょっと考えてあげないと。いや絶対も座長がやって、あの座長、あのそれは女の心分かってないです。いやいや、おもろいですよ。もう言っていいからうまいからいやだから俺多分やっちゃったら多分ね上手なんだよね。あ、そうだから、あ、そう、面白くならなそうってことですよね。そういうこと、わかります、わかります。あのね、ごめんね、女心をね、多分一人分かっちゃう人だからそうですね、本当にこんな見た目ですけどね。そう、最後、ね、最後滑り込みでコメント読んでいきますか。はい、すいません、陽さんから来ております。陽さん、はい、大久保さん、二木さん、愛希さん、こんにちはと。こんにちは、久々に生放送見れてます。楽しいトークで和みながら鑑定のお仕事できて、うん、で、ん？鑑定のお仕事できてますと、できてますってことですね。はい、はい、新潟、柏崎市で見た愛希くんのアイスホッケー、迫力すごかったですよ。お、小学生相手に本気に本気になってましたどういうこと言うとすごい豪華だ。ただ大人げないだけ皆さんも生でアイスホッケー見てほしいです。小学生相手に行く大人げないな。いや、当たり前じゃないですか。やっぱりね、あの舐められちゃいけないですし、本気のところ見せなきゃいけないんで、やっぱり日本代表なんで私も。日本代表はですね、うん、小学生相手でも本気になるということをね、で学んだということでね。そりゃそうですよ。あのね、スポーツは手を抜いちゃいかんってことだね。相手に失礼ですよ、それは。そう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 、本当に、いけない、手を抜いちゃいけません。一生懸命やりましょう。だメインウェザーみたいに笑いながらね、うん、やっぱり試合するのは良くない、良くない、良くないです、本当に。もでもそれでも勝っちゃうとかすごいですね。そうですよ、浅野正倉みたいな。お花屋さんが一番かわいそうでしたね。いや、そうですね、確かにそうだよね、本当そうだね。そうですね、そう、あのメイウェザーがかわいそうでもなく、うん、あの人たちがかわいそうでもなく、そのお花を作った人、そう、いや作った人、いや待って、お花をちゃんとそう、ね、植えて、ちゃんとそれを育てた人だよね。お花屋さんはだってそれをね、仕入れて売るから、はい、お花屋さんって言い方なんですけど、ものすごい儲かるでしょ。だからお花屋さんがもうかわいそうだけど、育てた人だよね。そうですよ。そう、そう考えたらお花屋さん、最後にじゃあお花屋さん、はい、頑張れでお別れしたいと思います。わかりました。ね、また来週、あ、来年、来4月曜日またお会いしましょう。リカブリーマンデーです。また来月お会いしたいと思います。はい、お花屋さん、頑張れ、頑張れさん、お土産ありがとうございます。ありがとうございました。